はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回なんですけど、昨日ですね、ギアフォースのルフィ、まあ、紹介させていただいたんですけど、今回は、はい、こちらです。シャンクス、シャンクス VS、まあ、ルフィ2年後って書いてありますけど、まあ、ギア4のルフィ、ギアフォースのルフィ、まあ、すいません、なんかもうギアフォースが、スを言うのがめんどくさくてギア4になっちゃってます。すいません、それちょっとお許しください。なんですけど、この2人でちょっと戦わせるんですけど、まあギアフォースのルフィから戦わせたいので、まずまあアルビーダかなんか出して、そのルフィをまずギアフォースにした瞬間にシャンクスを出そうかなと思います。はい、で前回あれでしたね、すいません、モーガンと順番逆ですよってコメントがあって、すいません、なんか曖昧で最初といえばモーガンだったわちょっとまあちょっと順番間違えました。であとその新しい要素なんですけど、前回の動画で言っていたと思うんですけど、全ての武器なはずなんだよね。この、猫の手とかカットラスでもできるんですけど、まあ、シャンクスの、このグリフォンでやっていくんですけど、右クリックすることによってこのように、はい、横切りが、追加されるようになります。あ、多分アルビダはこれ無理か、これ投げるから意味ない、これは無理だけど、まあ、全てのなんかキル系の武器、ソード剣ですね、それに関してはこの横切りが、おお、ちゃんとアニメーションある、おお、でこれもおそらく、あー、ちょっと待って、これは2個いるでしょう。にゃーにゃーにゃー、これこれいいじゃん。こういう感じで横切り、要はまあ通常攻撃の他に、まあ、新たな技が追加されたっていう形ですね。これはどんどん追加されていくと思うので、こういう感じで、ほら、あー、強い。でもまあ多分通常攻撃が強いからね。うん。こういう感じで、まあ通常攻撃の他に、まあこういう感じで特殊攻撃が追加されましたと、いう形です。そしてシャンクスなんですけど、シャンクス、アップデートによってなんとため攻撃を覚えました。まあこれはちょっと後で、見てからのお楽しみという形にしようかな。はい。で、他にも一応ワンピースモッドの、ステータス調整なども入ったようなので、まあいろいろちょっと変わってる、わかんない。シャンクスはどうかわかんないけど、他のキャラクターのステータス調整が入ったらしいので、まあ、そちらもまたね、ちょっとやってみて、いろいろ試してみて、あ、こうなったのかなみたいな感じで、ちょっと調整のやつを、まあ、お伝えできたらなと思います。はい、ということで、ちょっとごめん、黒1回ごめんな。で、1回、ルフィをギアフォースにしたいので、でもギアフォースって時間が限られてるんですよね。ちょっと1分ぐらいかな、1分2分ぐらい。なので、もうアルビダもギアフォースになった瞬間にシャンクス出します。多分ね、そんなギアフォースのルフィだったらアルビダにダメージほとんど受けることないから、自動回復するしね。で、ちょっと一回一体にしましょう。さすがに。念のためね。あ、来た来た、早くなった、ナイフになった、さあこれで、ちょっと待てよ。待て、戦わせる。やばい、準備してない。これは時間ロス。さあ、どうだ、短期決戦になるのか、それとも長期戦。長期戦になったら、ギアフォースのルフィが元に戻ってしまうので、不利です。まあでも、もともとギアフォースもね、一応時間制限、ダメージ受けてる、大丈夫、ダメージ受けてる、シャンクス、おしゃん、一応ダメージは受けてるか、うお、いいぞ、連続ダメージ、おしゃんに13ダメージだが、もしかしてギアフォースのルフィお前、な、大きいよな、ギアフォースのルフィ大きいよ、悪魔の実が大きい、で、シャンクス強すぎない、ちょっと待って、シャンクス強すぎるよめっちゃ強いね、やっぱシャンクス、まあそれ、あ、来た、あー、でもこれギアセカンドか、いやちょっとこれさ、ギアフォースにもう一回刺して、あれ、アイテム防具なんですよ、このギアフォースのアイテムって、それを奪ってシャンクスにつけたいんだけどギアフォースシャンクスという恐れ、あー、来た、これで、はい、すいません、いただきます、すいませんね、失礼しますね、はい、ごめんな、ルフィ、すまない、ちょっとこの姿をちょっと皆さんに見せるわけにはいかない、ごめん、ルフィ、すまない、ごめんな、じゃあちょっとシャンクスにすいませんね、失礼しますね、シャンクスさん、すいません、強そう、シャンクス、これこのシャンクス、ベースとシャンクスやってみようまあ、これは、また打つよね、これはさすがにこっちのシャンクスの方が強いでしょ。あ、でもわかんないな。防具どっちが強いんだろう。ギアフォースシャンクス。すごい。パワーバードだぞ。ギアフォースシャンクス。そんなもんないんだけど。絶対タイトルとサムネにしちゃいけないよ。こんなの。
詐欺にも程がある。絶対しないけどさ、動画内でだけ言わせてくれ。ギアフォースチャンクスだこれは。みんないいね、これはギアフォースチャ、ギアフォースチャンネルじゃない、ギアフォースチャンクスです。さあ果たして体力的にはまあほぼ一緒だね。まあ体力、あー一瞬覇王色出た。で結局溜め攻撃ってどれなんだろう、溜め攻撃が分かんないんだよね。どんな、なんか新しく溜め攻撃が追加されてるっぽいんだけど、それらしいエフェクトは今のところあん、どうなんだ。でちなみにシャンクス同士だと覇王色の覇気を使いつ、あの合います。で一瞬覇王色って出てたと思うんですけど、あー今のだね、今のが多分覇王色の覇気ですね。で2年後のルフィもあのギア、あーこれだ、あーやばやべ、なんだ今の、え、ちょっと待って、強くね、やばいって、あ、これ覇王色、これ覇王色、多分これハッキーかな、え、今これが新技だおそらく。すげえ、ちょっと待って、一瞬言葉を失うとはこのことだ。一瞬っていうかしばらく言葉を失ってたけど。あーなるほど、こんなん食らったらひとたまりもないんだが、あ、うん、で、いや待って、ん、いやでも多分これは多分ため攻撃だったよな。なんか前までこんなブロック破壊されなかったけど、多分ブロック破壊効果もついたのかな。なんか多分今のは多分衝撃波っていうか、あの切り裂き攻撃、これこの技が前までブロック壊れてなかったんだけど、壊れるようになってる、これもしかして。あ、壊れてんな、前までこんなんじゃなかった。はい、ということで、あーでもシャンクスが勝ったんだこれ。まあ何の技打つかによってだいぶなんか勝利数とか変わりそうな気がするけどね。ちょっと待って、これシャンクスそんな強い？え、シャンクスと鬼滅ってやった？あれやってないよね多分。ちょ、やってみる。あ、やったか。ちょっととりあえずやるか。さあどうだ、これだと多分まあさすがにオシャンが勝つと思うんだけど。あ、でもな、前ギアボースのルフィ、この前回普通に伊之助にボコボコにされたからな。あ、いやいや強いわ、強いわ、シャンクスの方が全然強い。これはどれレベルだろう、下手したら姫島さんぐらいあるかな。あ、強いね強いね、やっぱり伊之助相手に、かなり強いはずの伊之助相手に。あーでも、あー姫島さんほどはないか、姫島さんよりちょっと弱いかなぐらいな感じになりそうだね。では最後に、久しぶりに、やばいね、久々だなこれ、日輪刀使うの。日輪刀使ってルフィに、2年後のルフィに挑んでみたいと思います。行くぞこれ。いやどうだろう、めっちゃ久々、ちょっと使い方を忘れてしまってるぐらいで申し訳、あ、ちょっと待って、めっちゃレベル上がってる、私めっちゃレベル、ごめんルフィすまねえ、俺めっちゃ強え、すまねえ。あ、でもいやいや、いい勝負かもしれん、待っていい勝負だたぶんいい勝負だこれ。レベル、え、レベルそんな高くない僕、あれちょっと待って、いや17レベル、そうでもなかった、ごめん、そうでもない、俺そうでもねえ、助けてくれ、経験値が179なだけだった、ギャーちけえ、待って助けて、どうしよう、で死んじゃう、死んじゃう、会いたい、ちょっと待って、どうしよう、待って、あ、乱れ切りもあるの、痛い、やばい、ギアボンスだ、登りエンテとか、登りエンテないのかい、助けてくれ、あ、どういった、うわー、バーンじゃないのよ。はい、ということで、ちょっと待って、最後に、あれなんか技変えれたな、ちょっと待って、クリエイティブにしよう、怖いからな、襲ってきそうな気がするから、あ、縦切りもある、縦切り、ちょっと待って、見てよ、縦切り、おお、あーらら、おー飛んでくよー、はーん、すげー、飛び切り、はい、あ、飛んで切ると、ため切り、これだ、えっ、ゲレッ、あ、これ強そう、なるほど、この技乱れ切り、おーなーん、すごい、あ、これすごいね、いっぱい追加されてた今回、すいません1個だけじゃなかったです。はい、ということで、ちょっとすいません、ガンガンあの音がしてますが、今回、ギアフォースのルフィ VS シャンクスで戦ってみましたが、結果的には、ギアやっぱりシャンクスは強かったって感じですけど、まあ今後ね
何これ、すごいな、見て忍者走り。まあ今後ね、まあギアフォースじゃないルフィが出たりとかね、もっと強いルフィが現れたりとかね、何かありませんが、それとかまたちょっと今後もね、どんどんアップデートあると思いますので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しい、していただけると嬉しいです。超かっこよくない？うわー、じゃあ皆さんお疲れ様です。かっけー、マジでかっけー、バイバイ、かっけー、やばい、テンションやばっ、かっけー。